はい、抽選終わりましたよ。終わりましたよ。何番でした？3番。6番。こんな番号必要なんですかって話。必要で何打つかだよね。だ何打つかじゃねえよ。あるんだろ、打ちたいのが。何が、ね、じゃ前回さ、北斗打ってもらったじゃん。また打ったよ。うん、ね、打ったね。だから、言ったじゃない、LINE でも。マリーの好きな気していいよっつって。でもさ、そう言われたらさ、筋肉が打ちたくなっちゃう。好きなんだよ。好き？え？あ、好きだから、好きか嫌いか言えよ、今。レミンの好きなものを嫌いなわけねえだろ、俺が。気にまでいい？でも結構大差なんですよね、5、6台ね。でも、カニ歩こうよ。ダメだったら。リセットされてるかもんだもんね。ちょっとあるから、2人で今日は大更新だな。大更新だ。2人だけどな。大更新しよう。大更新しよう。楽しみ。目立つとこなんだよ、だってお前。こんなの。なかなかないよ、免疫臭。ほら、ほら、ま、角取る。どうする、角行く。もう、いいじゃん、ここでいいじゃん。いいじゃん、俺ここでいいよ、じゃあ。テンスラよりこっちにあんだよ、目立つとこ。戦えてない、なんか。そうだね。チャラかプラスみたいな。え、もしかして、あれじゃない免疫臭。本当にでも、場所的にいいとこにあるから。じゃあもうここしかないだろう。いいとこ、譲るよ。そこ、まあ、俺3番入場だからな。こっちのなんだろう、熱気をこう逃せるよね。こっちに早く座れよ、早く。OK。 はい、じゃあ準備できたんでいきますよ。ま、もう喋ろうとしてんじゃん。じゃあやめとこ。ちょっと待って、やめなくていいんだけど。疲れちゃうから。始めましょうっつってね、こうやるやついないよね。超人じゃねえんだからさ。ちょっとやめよう、気負いすぎて。多分もう楽しくなってんじゃん。訳が分かんないんだよ。あの見てる人とか、これから回そうぜ。回そう回そう。打ってくんだろ、お前打ってんだよ。オーケーオーケー、やってこうぜ。やってこう。で、朝一あれだよな、4分の1な。ああ、チャンスモード、ね、チャンスモードリセットされてれば。いやー、ちょっとそこ引きたいよな。そうだな、2人でどっちか欲しいですね。ちょっと僕あんまり打ってないんですよ、多分1万ゲーム回してないぐらいなんで、はい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 、ちょっと軽く概要をお願いします。はい。え、何普通のこと言ったんだけど。何をこんなによろしく喜んでるの。違うよ、何がよ。どこからなのかなと思った、この時期でさ。さすがに初期すぎるのもさ。まあでもいいよ、その朝一のほらリセットモードがどうとかもさ、ちょっと話してよ。まあモードの話でいうと、うん、まあ、その前にこのパワーだよね。これがまあ規定ゲーム数的な、はいはいはい、おい、なんか緑出てんじゃね。出てたね、今ね。おい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 。そう、基本情報より緑の方が大事だわ。後でまた言うけど。まあだからこの、まあ、モンキーターン的な、はい、あのゲーム数がこのパワー、マンパワーになってるんで、これが規定マンパワーまで到達すると AT 当選、はい、で AT はまあ純増 6.1 枚なんで結構早いですよっていうね。でモードが通常 AB チャンス、あ、3種類だ、うん、でチャンスがいわゆる天国みたいな、はいはい、AB チャンス、うん、でそのチャンスに朝一は設定変更してると4分の1でいきますんで、だいたい150万パワー前後で当たりますよっていう。でこの台のちょっと特殊なとこっていうのは、うん、B とかチャンスに行くともう落ちないですよね。 B だとでも結構ハマることはあるんで、ね、そうなんです。そこは結局、おすげえじゃんって一見思うんだけど、うん、B で毎回800万パワーとかいくから、うん、あんま変わんないですね。、はい、で、まあ、先言っとくとその3台 SP モードっていうのがあってね、はい、当たってからその上位 AT 行くのを手助けしてくれるっていうのが SP モードなんだけど、それが3種類あって、それの示唆を通常時から行ってるんだけど、それが今の緑ゼリフ、さっき出たやつね。そう、青ゼリフだとほとんど気にする必要ないんだけど、緑からちょっとチャンスになるんで。赤もあんの？赤はね、今度本前長期待度になっちゃう。 SP モードと関係なくなっちゃう。なんだなんだ、もうややこしいな。もうで紫がある。あ、紫がある。確定です。何確定なんすか？ SP が確定。いずれかの SP が確定なんで。なるほど。見たことない。それは見たことない。めっちゃ打ってんのに見たことないです。まあ、当てたらモンキーターンみたいにシナリオでね、1セット目ナンパ、2セット目ナンパみたいな感じで7戦突破目指すみたいなやつなんだけど、それのやっぱ手助けがもらうやっぱ SP モード、これが定期的に入る可能性がある。それを示唆するのが面白いです。
入るかもしんねえっつってそこら辺を分かってないと、そう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 、全部楽しむことはできないことね。あれ面白いよね、あの正義超人アタックだっけ。アタックはね面白いよ、 めったに入んないけどさ。その超人パワー上乗せゾーンっていうのがね、普通は正義超人チャレンジっていう、まあ、背景が青と赤があるんだけど、その上にアタックがあるんですよね。でアタックいくと1000万パーぐらい平均取れるんで、あれすごいよねすごいことになる。でこれがまあメインだよね、今強烈薬引いたんで、はい、超人パワー上乗せゾーン定額にいた、あの通常にいた場合で 52% ぐらい、広角にいたら 100% だ、半分はいきます。アタックもやっぱあれ、そのレア子役からいくの。そう、一応まあ同じラインではないと思うんだけど、レベル1が青背景、レベル2が赤背景、その上にアタックみたいな感じ。へ、うん、あ、いきますね。これ俺実戦上の話でいい、これ今チャンスアップ出てる、はいはい、まあ、これでもほぼ当たるんだけど、めっちゃ被るんですよ、いろんなチャンスアップがあるアタック行くとき。そうじゃなかった、思い出して。いや1回しか当たってないしもう山盛りなんですよ毎回チャンスアップが。そうそうそう、なるほどね。お、来た来た来た、行っちゃおう行っちゃおう、揃えちゃおう。はい、はい、おー、早い、いいですね。俺も行ったからちょうど、お、はい、どんどん食べていきましょう。両方青なんで内部レベルは1だね。わー、マジかよ、急に引いたよ、なんか、あはは、なんか言ってたな、そういえば回転前に、あ、いろんな打ち方で、これ、これ弱チェです。後でまたやりますけど、はい、弱チェ、はい、あー、でかい、でかいよね、5だからね、青だとね、最低が、ね、基本ね。あっ、赤、赤、ちょっとちょっと当たるよ、当たる、どうだ、チャンスモード、ちょっと待って、これ押すだよ、マックス一発だから。あ、そういうことね、こっちやろ、一個一個やってこ、じわじわやろ、これ当たるぞ、おわ、もう赤、青でしょ、来るぞ、ああ早かった早かった、よしよしよし、あー、いけいけ、やば、あー、ダメか。まあ、先にじゃあ、はい、お願いします。早かったな、早かったね、ここまでが結構辛いのにさ、早っ1ゲーム目耐えるとかじゃなかった、なんか喋んだよね、喋る、あ、普通か、俺たちは負けないってこの後つくと、うん、シナリオ78だから、あ、そうそう、なんかあるよね、そう、デフォルトのセリフの後にくっつかどうかっていうのが大事だ、これデフォルトです。まあ、ここでシナリオ示唆だね、1から8まであるんですけど、シナリオが8はもう勝ち確でしょ、突破確定でしょ、そうです、そうです。で、ここでタイトル音が違いますよ、もうタイトルの色変わるときはグリーンみたいな音がする、それもモード示唆だ、それは、色によって全然違う、紫だとバファローマン1戦目に出てくる、赤だとシナリオ78、そういう変わってくるんで、金だと確定、スプリングマンは変わらないってことね、変わらない、普通ってことね、普通、しかも示唆的にもそう、スプリングマンスタートがデフォルトなんで、もう今は完全デフォルトなんで、シナリオが1の可能性もう行くからね、ほら、もう終わるからな、これ負けたらいや、分かってますよ、さすがにそれくらいはさすがに、で、飯屋小屋ね、左下にあるやつね、これね、まあ、これ引いちゃえば OK っていうね、まあ、最低1個つくから、まあ、今だったらチェリーね、あ、おいいやほら、なーだよ、だって1ゲーム目だからさ、すごいけどさ出ると思わないじゃん、分かる分かる、しかもこのセリフだからね、そうそうそう、油断するよね、油断するよ、ここももう1個取れるかもしれないって、おうおうおう、ああそうだね、バーでいくんだね、いや、まあ、じゃあ言ってよ言ってよ、バーはもう一発好きの人で、一発好き、一発好き、マリーは一発好きです、一発好き、はい、これはもう下段に止まったらチャンスベル、はい、チェリー出たらチェリー、スイカまで滑ったらスイカって、もう全部分かっちゃうんで、はい、バーは一撃必殺です、はい、で紫7と赤は2択になるんで、あー、なるほど、紫7下段止まった時はスイカとチェリーの可能性残るし、赤7付近狙った時はチャンスベルとスイカの2択になるんですよ、だから一発で決めたくない、2分1みたいな形にしたい時は違うところで、それやってこ、今日やってこ、いやー、朝から飛ばすなこの人は今日もはい、オーケー、これを繰り返していけば別にその SP がなかったって、そういうこと、
分かりやすく言うとそうだし、うん、抽選タイミングを話させてもらうと、うん、あの敵キャラビビビビビビってところでレバーオンで決まってるんですよ、継続するかどうか。ああそうなんだ。なんで、うん、今の形で取った時ってレバーでもし勝ってた場合は次も来る。ああそういうことか。そうなんです。だからいきなりモンゴルマンがこれ出たりして、ああはいはいはい、はい、なんでってなるのはそういうことです。レバーで勝っててさらにストックした。あもうこれが決まってるってことか。ここでそこで今レバー叩いたからね、うん、あ次でってこと。あここ、このゲームで今決まったと。で2セット目が共通してきついんで、でここ 50% とか多いじゃない、ここきついんで。絶対アトランティスだよな、うん、その流れが基本。あー弱い。せめて青ぐらいはちょっと喋ってほしいね。青頻発でもちょっとチャンスなんで、赤はもう濃厚ですけど来い。あー普通なんだ。次はスイカ。まあまあまあ、スイカだったらじゃあ2択にしたいんだったら、あどっちでも2択になる。そのバーさえ押さなきゃ、はい、赤7付近でもいいし紫でも、あ、あの2個残ります。それあえてそのメーカーもそういう配列にしたってことだと思うよ、さすがに。なるほどね。あはい、あ残念。まあ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 、でここも資産一応いろいろあるけど、第3まであるから。ああない。まあ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 、でもあ青か。表面上青でもさ、はい、ライブ的に赤の時あるよね。あの外れだとほぼ5なのに20って出るから、うん、ああもうライブ赤だって分かる。で当て方としては基本的にもうこれの繰り返しなんですけど、一応直撃があるんだよね。どれぐらいで出るもんなの。普通にやってたら出ないです。あの正義超人チャレンジ中のレア役とかバー揃いで直撃する。あそういう抽選をしてるってこと。そういうことです。あそういうことか。特に赤の背景のレベル2が厚くて、うん、赤で強烈薬いくとするじゃん、 50% 直撃です。あそんないくの。そうそうそう。だからまあ5ゲームしかないから、あーでバー揃いでも 10% ぐらいあります、赤だったら。へえ。青だとほぼない。暑いね。赤背景暑いじゃん。赤で強烈薬直撃が2回ぐらいあります。ちょっと楽しくなった。バーンそれで俺も行くから。200のとこ で一応フェイクでもその滞在モード分かる。まあ俺今何のモードか分かんないじゃないですか、うん、フェイクの発生ゲームでほぼ分かっちゃいます。で200のとこはまあ、一応 B で当たりやすいところなんだけど A でも出ちゃいます。はいはいはい。必ず100と200は出ると。その先ってことか。その先で300で出たらほぼ A ですね、うん、で400出たらもう B みたいな、その感じになる。300以降で大体分かっちゃう。でこれ打ち込んでるとさ、この前兆ステージは外れ意味ないと思うじゃん、うん、これ意味あるんですよ、うん、と言いますと正義超人チャレンジとかのさっき話したんだけど、まあ通常時の状態が影響するわけじゃん、うん、通常と降格で。で降格行ってる時のこの降格のどこまで続くかってやつが、うん、まあ簡単に言うとゲーム数なんですけど、うん、ポイントなんですよ。ポイントもらえるの。レア役で降格行きましたって、じゃあ7ポイント降格ポイントあげます。でそのポイント1個減るのが3分の1で減るんですよ。でそれが全部終わると降格が終わる、うん、だ1ポイントにつき3ゲームぐらい平均続くってこと。降格ポイントそれを付与されるっていう。でまあもらうじゃない、もらった時の減算がこの間ストップするんですよ。あそうなんだ。合格だった場合はずっと合格なんです、この間。合格でレア役の抽選受けれる。なるほど。だから直前に合格だった場合はもうこれ入った方がいい。ああお得なんだね。はい。はい、一応合格中だとこの斜めに揃うベルで 5% あるんですよ。 5% なんでこう、そう当選率が、あのチャレンジの、はい、なんで今これ多分当たってると思うんですけど、その間に結構引いてたりすると終わってから明けに急に当たったりする。楽しみがちょっと増えることね。13579はバッファローマイスピーが出てきます。あおえあおええちょっと待って。あおええちょっと待って。あおええちょっと待って。何をした。あ昇格なんか初めて見た。何これ強チェリーになったってことだね。初めて見たんだけどそれ。え、これ売りすぎたのかと思って俺も。そんなのあるんだね。派手な割にはそんなに。そら正義超人チャレンジ当たるんだろうけど。いやアタックなんじゃないの。あそういう時に出やすいってことね。そうそうそう。アタック一応設定差あるからね、高設定ほどアタックいきやすい。じゃあちょっと期待しましょう。赤はあるよ。ほら赤。あじゃあこれここでね、ここで引けってことね。390分の1だから強烈薬トータル。ああチャンス目と強チェな構成が。バーはそこそこ揃って 10%。
ちょっと待って、これモンゴルマンじゃん、モンゴルマンじゃん。ちょっと待って、これは見たことない、赤は見たことない、見たことない、白、青まで見たけど、ほら、黒猿出るよ、ほら、こういうの出るよ、これ、強烈役直撃だろ。どこ、どこ押してほしいんだよ、どう考えても左、左、どこ押してほしい、紫押すか、紫押してほしい、下段ぐらい止めようか。あ、滑ったよ、チャンスベル、チャンスベルか、ちょっとこれ押そうよ、冗談。おいおい、どういうことあ、最大一応700まであるんですよ、はいはいはい、全部のあれで、はいはいはい、それなんかすげえの取ったってことじゃない、えリプレイで、あ、そういうこと、うわっ、ああ出た、なにそれ、マジで言ってんの、なにそれ、出た出た出た、取っちゃった、いいんですかこれほら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 、やらせ、やらせくせえよ、やらせくせえ、なんだこれ、ちょっと困るんだけど、ねえ、モザイクにしといてこれ怒られるから、じゃあ、ま、マジでおかしいだろ、筋肉マンって座ってさそうだよ、だって誰にも言ってねえよ、今日の朝まで筋肉マン打つこと、そうだよ、テンスラ打つかなんて二人で言ってて気まずいなんで仕事は出んの、別にこれ設定って言ってないじゃん、設定だけどな仕事だけどな、マンパワーのだけだからそうなんかやるね、やっぱこの番組、なにこれ、ある意味直撃よりいいのが出たっていうねそうだね、その上を行く、いやー、まあ、ほぼ、いやもうほぼほぼほぼ、ね、ほぼ一発行く、長いからね、うん、はい、あーマジか、あもうもうあれ行くんじゃない、 あ行かねえだ、全長選手も行かねえ、あ赤い、いきなり当たるんじゃない、あ違う、霊役だこれで、で右押すじゃん、うん、適当でいいんで、でこれの時点で、まあ、ほぼスイカなんだけど中外れて、こうリプレイ止まると強チェリーです、それが、だスイカは強チェリー、あーなるほど、でここにチェリー止まったらもう弱チェの二角なんで、あーなるほどね、はい、なんでチェリーかスイカで楽しめますよ、あそういうことか、そうでさらに入るの、入りそうだけどね、あー入った、あ入った、次666出るんじゃないですか、それはないでしょ筋肉マンでめっちゃハイスペックだからこれ、これの6やばいからね666出たらなかったことにしてもいやいやいいけど別に気まずい、気まずいから、逆に変だよ逆に変だよ、そんな気まずいからさ、あっ、じゃあ一つ言ってないことがあるんですけど、150で当たったのが全部チャンスモードと思うなってことだ、あ A だったかもね、 A の振り分けがあるんですよ俺さ、あなたに打ってほしかったよこれ、何を、だって一回も打ったことないんだろ、それっぽいな、なかったよ羨ましいよでしょ、いやでもさ、プロだらいし状態だろうがよ、そうだけど俺の代だと思って見るよあ、ちょっとこれ強レアだと100パス得だからね、まあ、始まってからどこ狙ってほしい、始まってからでもいい、どこ狙ってほしい、好きなとこ押せよじゃあさっき習ったから、うんうん、ああなるほどね、これでスイカの方がいいよね、スイカの方がいいよね、あこれ外れたらピコピコピコーン、弱は弱いから、この弱は、行く行く行く、この弱は弱い、はい楽しい、はい楽しい、あの他のおい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 、まあちょっと始まってから飛行会行く、落ち着いて弱霊役飯屋子役だったら、こう向こうだから、もったいないから、これ向こうなんだよ、あこれ弱チェだろ、あなるほど、もう赤でも緑でもクリアだったのに、お前始まってからだったら、なんかそういうなんか俺が悪いみたいな言い方やめてくださいここで今決まったんで、シナリオがレバーで、まあ、ロビンマスクなんでシナリオ2位ですね、2位、これが難しいのがさ、2位濃厚ってなってるんですよ、で2位じゃなかったらなんか7、8みたいなのがあるんですけど、大体2位なんだ、いやそんで次とか普通にシナリオ3以上の示唆とかいろいろ出るのよ、あどっちなんみたいな、濃厚っつってたのにみたいないろいろそこら辺のこの差時加減が難しいのね、そうで、まあ、2だと大基本アトランティスなんですよ、期待度、あ2位の示唆はこいつなのよ、こいつから始まるやつ、あ本当だ、あー疲れた、もう疲れたねえ、当たってないですよ、当たってないの、今何パーですか、少ねえな、もう嘘でしょ、もう1万円なくなる、いやいいんだけどね、投資はいいんだけど、嘘でしょ、まだ500って道半ばじゃんそう、まだまだですよ、これ赤とお前緑ついたらお前ほら、あーほらほらほら、準備中のやつだ、
これ無効なんで、まあ、しょうがないねそれはね準備中とあれが無効だね、あのミート君の3ゲーム。ああはいはい、だからなんか引いたのに、俺引いたのに前半有効じゃないじゃんと思ってる方は多分そのミート君の時に引いてます。はい、あー単発ね、まあ、これが筋肉マンの常だからな。あモンゴルマン復活あるよ、何回、あ、まあ、モンゴルの場合メニュー画面でもモンゴルになって、まあ、メシア公約 SP 出るかもね、これが150万過ぎた時ね、あモンゴルモンゴルって基本なんですけど、それが違う場合が激アツです。激アツまで行く、激アツまで行きます。モンゴルで違うやつだった場合はもう SP モードいずれかが発動、でモンゴルじゃなくてモンゴルだった場合はメシア子役確定なんで、違うのが出た場合は食い違えばだけど一度もないです、食い違ったことモンゴルの場合はもう絶対モンゴルが出てくるの感じで、モンゴルが出てくる、何回モンゴル言えばいいんだよモンゴル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 ってよやっぱり150万、あモンゴルトゥーモンゴルね、いやか筋肉マンの稼働はいいんだよ連日、そうだからなんかやってくかもしれないしね、俺らが知らないだけで、筋肉マンで筋肉マンフェスが開催されてるのかもしれない連日最高のフェスじゃねえかお前それ教えて、ああ来た、これこれね、これ境地、ああなるほど、追加と思いきやボン、ああ、はい、ああ、連続でいただけ、ああすごい、これさ、で2個取ったってこともあるし、強レア薬って 100% 降格もらえるんです、で降格中のスイカは 100%、ね、あいずれにせよ、いずれにせよ、ほら、から基本この正義超人チャレンジって青でも赤でもありえるんだけど、バリーンと割れて正義超人アタックっていくんだけど消えてます、下がその時、あ、パネルが、パネルがショートしてます、あ、バレ、先バレね、見てますいつもだから俺はどうやってももう線なんで当たります、おいー始まってからでいいけどな、演技がいい8なんかでも末広がりなんです、ね、末広がり、ちょっとさ筋肉マンの通常時ですよマジでもう、はい、いい加減にしてください好きなのは分かるんだけど、分かった分かった、いい加減にしてください、912のところで固まって今、はい、朝一 A 店のね、頼むよ、出てこねえかなバッファローマン、一緒だね、読みます、2しさ2か7、8、はい、OKOK、 はい、あ、音普通、いい音なんなかった、で、まあ、2のしさは何回も言ってますけどアトランティス、お、ほらこれ1の方だ、デフォルトの方、まあ、下のやつが別にね、まあ、出る分には、ね、多分入ってくる、上のが出ちゃうからさ、もう赤がとりあえず強いんで、こういうもう名前とかが赤の時点でもうこの勝ってます、はい、ほぼいやほぼじゃない 100% です、勝ち確です、もう赤ゼリフ赤タイトルで始まった時の筋肉マンの赤タイトルもそうだし、もうそういう分かりやすいのはいい、ね、そうそうそう、ね、うわーで、ここからさ、あるブロック系はあるよ、お、はい、チェリーだったらもらえます、あ、そうだね、3分の1はまず、ウルフマンまでチャンスだってたな、あらら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 ら ら, ら, ら、これ強烈引いたんじゃない、うわすごいすごいすごい、ほらほら、強烈引いたか、対象のメシア子役引いたっぽいな、これどこ狙うんすか、紫が好きなんでいいっすか、今日は紫、まあまあまあ、はい、しょうがない、そこはもういいよ、はい、外れんじゃないですか、 ありそうだね、あ、でもスイカが対象なんじゃない、さっきのはまあこれでもダスベルじゃなければ、そうだね、はい、まあ、両方引いてるからね、はい、ほらほら、あ、ちょっと待てよ、これまあまあ出てこないと思うよ、バッファローマンの乱入煽りが今来てる、それはこの、これ見てよ、本当だ、これで出てくればな、結構出てこないで終わった、え、出てきたらでも勝ち確じゃん、勝ち確じゃないよ、ベルがついてる、ああ、そう、ベルがあるのかそうかそうか、忘れてた、これ出たらお前やばいぞこれマジで、でしかも1セット目1、3、5、7、9が一応バッファローマン出てきやすい、俺勝手にこれさ、もうポンポンと止めたらすげえ切れそうだったけど
あれ煽りなかった、もう第2で煽りなかったけど、第3で復活するんじゃないの、うん、あーないかないね、さすがによ、これダメよ、 ないよそんなのあるわけないじゃん、これだろ、あのだってスイカでさ、マジかよ、なんでじゃああのエース出したんだよ、余計な引き使うなよ一応ベルの場合はこれただのベルでも 0.4% で一応ストック抽選やってるんで、こういうのでも、あ、そうなんだ、そう、あ、まあ一応ね 0.4% か、でもマイゲームのようにこう揃うから、まあ引けないわけじゃない、そう、いやタコ負けしそうだなこれ、諦めんな、まだ2ゲームあるぞ、まあ毎回ほとんど滑るんだけど、あ、滑んなかった、ちょっとチャンス、あ、チェリー引いてるああチェリー2個にスイカ1個ですよ今、チェリーだったらもう3セット目まで行ってたんだね、3セット目まで、最悪だ、復活あるよ、123復活あるから、レビンちゃんナイス、これはやばいぞお、赤発展となると見たことないです、これも今130いくつなんですよ、マンパワーが、はい、どうも、はい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 、ちょっと裏ボタンやりますか、裏ボタン、はい、ちょっと出ちゃいました、勝ち確定です、これ一応今の対峙画面で16分の1でブルブルブルって、あとは1ゲーム目も第3、2ゲーム目も第3でチャンスアップが出るとそれも、さあ行きましょうよ、30ゲーム耐えろ、あーすぐボルト、ボルトたちは負けない、ああ2に、2に期待、2に期待、確定じゃないです、回してない、いや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 、そうね、はい、ここだったよ、ずれたよ、さっきだよこれ、ああ今日噛み合わないかな、これは、ああ金出た、金マークなんでね、確定、おー嬉しそうですね、どうするか、赤やっちゃうとここはチェリー出ちゃうから、チェリーだから、はい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 、でも紫やれば一応スイカかチェリー紫で滑んなよバカ野郎、滑ったらチャンス滑るだからな、もう、あ最悪、まあ、さっきじゃん、さっきじゃんチャンスあるだろ、おお、でかかったね今ね、珍しい、何にもなく、はい、ここで決まった、今出るかどうか、でアトランティスが始まった時は基本スプリングバーに戻るんで、こういく基本は何でも当てちゃうもん、ね、もう全部本当に華々に見えるよ俺は君の前に置いてあるパチスローはここであの敵のね、うん、あのアトランティスだったら水がプシューとかいうのが最終ゲーム出たらもうめっちゃ熱いんで、プシュープシューでバトルロゴドーンって出たらもうそれ確定なんで、あ、そうなんだ、最終ゲームであの敵のエフェクトみたいなのが出たらもうほぼもらえます、あ、モンゴルだ、はい、なんで150の時にモンゴルじゃなければですね、え、久々チャレンジャーちょいちょい行ってる、いやなんか久しぶりな気がするね、久々だと上がっといてほしいよな、あ、20、あ、ライブ行ってるな、ダメ押しの仕事、はい、おお、いいね、結局 A から抜け出せないな、どう、あ、いったでも、しゃべんない、あー、しゃべんない、いいね、でもそのデフォルトの後にもう一言言えばっていうのはいいね、そう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 、いいよね、今までになかった発想だね、そうそうそう、あー、普通、いや、今度はちょっともう少し行きたいな、あ、チャンスベルじゃん、うわぁ、噛み合わねえな、噛み合わねえな、二人揃って、はい、はい、おぉやったね、1はね、1セットは結構いけるんですよ、引けなくても、いやなかなか2セットの壁越えないね、越えないんだよ、そうなんですよ、やっぱ飯や声かみ合わないと、
お、どこ？お、行った50万パワー。今ずっと A ループしてたでしょ。行ってた、うん、50のところ行ったら、はい、右かチャンス。おー、そうなの。おー、嬉しいね。抜けたね、ついに地獄を。 B だと 10% しか出ないです、フェイクが。ここでじゃあチャンスだと 25% で出ます、ここで。あー、じゃあなるほど、今チャンスの比率とか高いってこと。そう、いいこと教えてくれんじゃん。嬉しいじゃん。嬉しいだろ。嬉しいじゃん。まあ、ここで当たったのは見たことない。お知らせ機能だね。あなたは B 以上に上がりましたっていう、おめでとう。だ、まあやめない方がいいかもねっていう。あ、隣の方アタック入ってるね。高設定なんじゃない。いや、本当にありえるなこれ。全体高設定ありえるなこれ。フル稼働だぜ。筋肉マンが平日日中にフル稼働になってる店、ね、見たことないよ。ほら、もうこんなんだよ、当たるときは。で、青文字から発展あ、しないんだ。しなくてもこの通常薬揃ってる段階だ。うわー、すごいすごいすごい。わわわわわわ、かっこいい。テリーマン、かっこいいこと言うな。これ押してみてよ、16分の1でブルブルってなる。どこで押せばいい。あ、第3押してから。ここでブルブルブル。あ、来た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 。嬉しそうだね。嬉しそうだね、あった、ほんと。16分の1。はい、はい、復活ね。豪華なレインボー見れるから。 KN ね、KN 初見だとね、あのもう7戦突破したみたいな、もうカットインだよ、ね、でしょ、こんなの。レインボーだから、ね、こんなのさ。あ、びっくりした。こっちこっちこっち、びっくりした。喋ったと思った。いや、ほら返ししてるからなんか聞こえたと。ステカセキングの声でした。あ、ここで引いちゃったよ。やめろよ、今日ならいいよ。ああ、これは欲しかったね、始まってから。そこ準備中と一緒かもしれないね。準備中と一緒だったら弱いってね、ジャクレア君。なるほど。おい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 、これはどうなんすか。いや、おはちょっと期待していいですよ。だから頻発してれば、1回やそこらだとダメだけど。ああ、なるほど。あ、ほら、2回目これ勝ってんじゃない。あ、さ、最後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 、バトルエフェクトだろ、バトルエフェクトだろ、これバトルエフェクトでおめでとう。あー、なるほど、バトル。あー、これが熱いんだ。これ 100% です。 100%? 100%、 100% です。これです、やっぱあのエフェクト一つでね。でもここは次の戦いのために行きたいと。そういうことです。復活か。いやいや、復活、大丈夫。いやー、なんとかしたい。鬼門だよな、2セット突破すればちょっとな。そこなんだよ。なんですか今回は。あとチェリーだ。お、ここにリプレイとか、しかもチャンスアップが出てるのか、ちょっとレア役が出てるかもしれないって。そうだね、ゲームに出てる。ここにスイカ止まんなきゃいいよ。リプレイがいいよ、やっぱもうジャクチェでいいわけよ。ここはリプレイいくよ。おら、いやー、来た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 。どういうこと。おいおいおい、嬉しいな、嬉しいな、レビンな、嬉しいな、レビンな。嬉しかった、今リップ止まって。どう、このいやいや、最高だった、最高だった。逆にそれが 2,3 回続いて、なんかシナリオ弱えのにあれよあれよと上位いっちゃうっていう台だから、そこなんだよ。その 2,3 セット目を突破してっていう。はい、あーだよ ね、 よね、その辺はないときついんだよ。おお、いやいや、まあ普通はリプレイよ、普通はリプレイだけど、ここにリップがピッて止まったら、お前ちょっとビタ押しするよ。リップ止めて中段に。あー、滑るか。いやー、3回ここの辺だ、突破できねえな、兄さんな、やっぱり。あ、赤赤赤赤、そうだ、ここで引くんだ。わわわわわわわ、うわ、あ、ちょっ強烈役だったら50% だからね。そうだね、直撃だからね。直撃これもう当たるよ、これ今日2分の1で強烈だったら。ちょっとバーで行っていい。バーで行っていいよ、バーで行っていい、バーで行っていいよ。おいおいおい、マジでさ、ここにもうリップ以外だね。いや、ドンって止めちゃう。どうする。何をする。バー押すか。バー押すか。何をする。中言って言って、中止めていい。中で分かっちゃってしまう。分かんないと思う、多分。大丈夫、中止めていい。まあ、で、何止めたの。これ2連止めて、こう止めてもいいしね。ああ、そうだね、やっぱあの3度目止めたいね。
バッファローマンスイカ、ああいいね、赤だな、それ行こうか、それ止まったらもう2分の1で直撃行くよ、はい、あめっちゃ取るじゃん、いやこれはこれで嬉しいよね、仕事ね、めっちゃでかいじゃん、かなり短縮されるか、でもさ4ってこんな出す、いや出さないと思うよ、4ってこんなに出す、これなんじゃないですか、これなんじゃないですか、これなんじゃないですか、まあまあこれかな、あいやいやこれかもしれないですよ、いや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 、マジかよ、痛いマジかよ、マジかよ、痛いやめろよ、痛いだもうこれかよ、だったら出さなきゃダメだよ、負けてる場合じゃないんだから、あーマジか、チャンスじゃないんだな、いやでもよ、まあでもだいぶ食べたね、500分よ、俺も行くから今、いい場面か、ういやっぱテリーマンだな、テリーマンかっこいいよな、よし、じゃあテリーマンをきっかけに出してやろう か俺追加してさ、2万6000です、俺いくらだろう、2万ぐらい、19だから4、5だ、4、5、普通だ、やべえ、やべえぞこれ2人単発あるぞこれ、2人で2セット、はいはいはい、いやーダメだだーダメだあ、え？ここまで同調する、復活しろ、あー誰か お前これバッファローマンだよお前嘘だろ、いや本当に、おいおいバッファローマンだってこれ、本当、お前えそんなこと言ったら嘘だよ、絶対絶対絶対ない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 、見ろ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 よ、違うんだよ、絶対ない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 、あはこれ勝ったら上位だからね、もういやいやだよ、俺もう消化したくねえよこんなの、おほら来たよ、ほら来ただろ、シナリオ78だよ、だから言ったじゃん、ビート君のやる気が違ったんだから、王子王子ってずっと言ってたの、おっしゃ